こんにちは。こんにちは。大村ケーブルテレビの重松です。大村市長の園田博宏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマなんですけれども、はい、防災訓練なんですが。はい、この防災訓練の前に、防災つながりで。はい、今度9月3日に不発弾処理について、市長からお話がございますので、はい、まずはそちらをお願いいたします。はいえー、市民の皆さん、え去る8月3日に。 松2丁目公民館横で活弾が発見をされましたこの撤去作業に関しまして9月の3日に撤去作業を行いますそういったことからあの被弾区域にいらっしゃる方々にはですねこういったあのチラシをお配りをいたしまして市政代りの中にもしっかり盛り込んで配布をいたしますけども9時30分から当日は 国道34号を含めた形で交通規制を一部かけますそれとまたあの避難区域内の方は8時半からです、ねえー、避難区域の外にです、ね、避難をしていただくようにあの皆さんにお声かけをさせていただきますあのご不便等々おかけしますけども、えー、不発弾ですので非常にあのまあ安全なんですけども、えー、処理に関してはあの区域外に出ていただきますよう。 ご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これまでにもですね。何回か不発点っていうのは見つかったことがあるんですが、はい、今回は住宅街の中に見つかったということで、でねはい、これだけの限界体制を聞かれているということで、市民の皆様ご協力をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いいますさて、今回のテーマがですね。はい 避難訓練防災訓練なんですけれども、はい、毎年この防災訓練というのは開催されているんでですすよねねそう以前は各年で2年に1回 1> あ、はい、あのいわゆる今回行うような実動訓練、はい、え本当にこう災害を想定した実動訓練を2年に1回行ってたんですけどもやはりあの今どこで何が起こるか分からないということで、うん、昨年度から毎年行おうじゃないかと。で昨年度はえー市 コミセンを利用して、えー、頭上訓練等々ですね、まあ、そういった訓練を行って今年は、えー、実動訓練という形でこれを交互に毎年やるという形で今回9月の10日に防災訓練を行いますあの前回の時がですね、はい、大雨だったんで中止だったんですよですから実にそういう意味では4年ぶりの関係機関が揃った、えー、自衛隊消防警察等々いろいろ関係機関が揃った 実実訓練は実にに年ぶりになりなます今回の訓練なんですけれども、はい、どういった内容の訓練になっているんでしょうかはい、あのまあ実動訓練ということですからまずはですね、えー、深夜から大雨台風が大村に迫ってきていると、まあ、そういった中で、えー、対応をしっかりとと,とっていくということを想定していたら朝から、えー、地震が来るという形で、はい、台風大雨地震という 一度に発生したときにも対応できるような災害対策本部を設置をし、関係機関自衛隊消防警察とそういった関係機関と連携する実度また一番大事なのは市民の皆さんのその避難意識の高揚と自主防災組織を今あの結成をしていただいてますけどそういった形で自助その部分に対してしっかりこう動くことができるかということをしっかりやっていきたいなと思ってます。 多くの関係機関が協力してやるということなんですけれども、はい、やっぱりこういうふうな訓練に市民が参加するというのは阪神・淡路の時もそうですし、はい、東日本の時もそうですし、まあ、熊本の時もそうですけど大きな災害が起きたときに、まあ、我々行政またはあの自衛隊、消防であったりあのいろんな関係機関ができることというのはやはり限られています。 初動動で一番いいていただくのはやはり地域隣人またそのコミュニティで助け合うという、まあ、一つは自助そして近所における共助でその後我々の公助という形で自助共助公助これを一体となってやっていくということが大事ですから市民の皆さんにとにかくまず参加をしていただいて災害が起きた時にじゃあうちの家はこのエリアにあるから。 えー、山手に逃げる時はお父さんとお母さんと子どもたちも一緒に逃げるよとかあらゆる場面をこう想定をしていくというのは家族でやっていただくというそういった意識づけをです、ね、ぜひ今回の防災訓練でも広げていきたいなと思っています。 私も頭の中ではこうやればいい、ああやればいいっていう想像は働くんですけど、はい、実際起こってみると。そうですね。その通りにはいかないんですよね。パニックになりますから、ね。そうですね。ですので、こういうふうなあの訓練に参加することによって。はい、あの、もしもの場合でも、はい、こう備えができるということなんですね。はい、じゃ、本当に多くの市民の皆さんに参加してほしいですよね。そうですね。じゃ、最後に市長から一言お願いいたします。はい、はいえー、市民の皆さん。住み続けたい街、大村市。 九月十日、防災訓練に参加して、安全・安心な街をみんなで作っていきましょう。ご参加よろしくお願いいたします。市長、ありがとうございました。